日置市は、鹿児島県の中央部に位置する市。南九州西回り自動車道や JR、鹿児島本線で隣接する鹿児島市と結ばれ、鹿児島市のベッドタウンとしても発展している。また、薩摩焼の歴史とも深い関わりがある地域で、現在でも、旧東市基町宮山地区などに、窯元が開かれ、焼き物の町としても知られている。鹿児島県の中央部。 薩摩半島の中西部に位置する。市の西部は東、シナ海に面しており、日本三大砂丘で日本一の長さを誇る吹上浜がある。吹上浜の沖約1 2トルに浮かぶ無人島の北島も日置市に属する。大技は、日置市設置の際、日置合併協議会の協議事項のうち、地の区域及び名称の取扱いについてにて、地の区域は、 現行通りとし、現行の字の名称の前に該当字の属する地方公共団体の名称を付し、字の名称変更すると決定され、平成17年鹿児島県国時代691号、字の名称変更により、各町に設置されている大技については名称を、移住委員長の場合、移住委員長に、東市機長の場合、東市機長、日吉町の場合、日吉町、 吹上町の場合、吹上町にそれぞれ改称された。日置市役所が建てられている移住院町は、南北町時代から江戸時代にかけ、当時は、徳茂神社の場所にあった、徳茂地区の、病園寺のみならず、郡地区にあった、交際寺、伊賀倉地区に、新言宗の寺として1418年に建てられ、現在は、二王像二体が残る、大正山、正五院正言寺、 下屋工場の馬場地区に、自衆の寺として1338年に建てられ、現在は、有馬新七の墓が残る、無料住院流泉寺、下屋口地区に、総当衆の寺として1402年に建てられ、現在は、島津高久の側室といわれる、花室、清節大師の墓が残る、氷崎山白津庵、大田地区に戦死した婚約者を弔うため住院。 久し氏の娘が1379年に建立した、天寺、小蛇山円通案をはじめ多数の寺院が存在し、薩摩藩等における、学問の中心地として栄えた場所だった。高等学校、中学校、小学校移住院駅、東市木地域の江口浜付近を通る、国道275高規格幹線道路、一般国道主要地方道、一般県道一般路線バス高速バス市内の、 南九州西回り道上の東一木バスストップと伊集院バスストップに鹿児島区敷の市薩摩仙台市間の高速バスが停車する。コミュニティバス妙園寺参りでにぎわう徳重神社本殿吹上浜。ありがとうございます。